サムライチャンプルをご紹介。2004年に放送されたこのアニメを一言で表すなら、20年早かったアニメ。20年って7300日だよ。7300日って17万5200時間だよ。早すぎるにも程があるでしょ。でも大丈夫、僕たちはついに早すぎたアニメに追いついた。おめでとう。ほらワクワクすっぞ。ほら何が早かったのかってことなんだけど、何もかもが早かった。何の説明にもなってないね、ごめんね。サムライチャンプルは映像と音楽が50対50で競い合うようにしたいという監督の狙いで、アニメとヒップホップがごちゃ混ぜになっている作品。今でこそヒップホップがアニメに使われることなんて普通だけど、当時はほぼ皆無というか基本的にはありえない。なぜなら当時はアニメを愛するのはオタク、ヒップホップを愛するのはヤンキー、そしてオタクとヤンキーは犬猿の仲。オタク狩りって聞いたことない？狩られてたのよ。オタクはヤンキーにカツアゲされまくって物理的に攻撃受けてたのよ。存外相入れない存在の両者、その両者の要素を組み込んだアニメがどうなったか。ちゃんとオタクとヤンキー両方から否定されました。全然見てもらえなくて打ち切りになりました。本当にありがとうございます。ここで話が終わったらただの座作なんだけど、こっからが本番。日本での放送から1年後アメリカで放送が始まる。その後ヨーロッパ、南米、オセアニアとどんどん放送される国が増えていった。日本では受け入れられなかった作品が海外でめちゃめちゃ受けた。どう？ちょっとドラマ始まってるでしょ。いやいやそんぐらいあるやろって思ってる分からず屋にもう一声。サムライチャンプルに使われているヒップホップは当時としては非常に珍しいローファイヒップホップというジャンル。興味がない人は何のこっちゃ分からないと思うけど、今でこそ一ジャンルとして確立しているローファイ。ほなこのローファイヒップホップってどうやって浸透していったのか。サムライチャンプルですよ。サムライチャンプルという打ち切りになるほど日本で流行らなかったアニメが世界で流行ってヒップホップの一ジャンルを確立していったんですよ。もちろん諸説あるんだけど、きっかけの一つになったことは間違いないってその業界の人も言っている。どうですか皆さん、歴史変えちゃったんですよこのアニメ。見るっきゃないでしょ、聞くっきゃないでしょこのアニメを。当然日本でもサムライチャンプルはじわりじわりと評価されていき、時が経てば経つほど名作と言われるようになっていった。早すぎたのよ、あの頃のボルトより早すぎたのよ。でも僕たちは追いついた。2004年からずっと先を走っていたアニメにようやく手が届いた。この作品の良さに気づくのに20年かかった。じゃあ楽しむしかないよね。20年待っててくれた作品をこれ以上放っておくわけにはいかないじゃない。とまあここまでなんかよくわかんないことつら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 喋ってきたけども、サムライチャンプルは最高ってこと。サムライチャンプルははちゃめちゃ最高ってこと。